悪く思うな。ごきげんよう。待ち伏せ？エアリス、これが新しい友達か。新しいって人聞きが悪い。なるほど、魔鋼の目だ。レノンをやったのはこいつか。俺だったらどうする？事実確認、上長に報告。行こう。ルード、悪い人じゃないから。その通りだが、エアリス、俺たちは舐められたら終わりだ。悪く思うな。思った通りだな、タークスなんて見かけ倒しだ。お前もな。痛い。下がった。頑張るね。おなしくしてくれ。うとうとする。引き落とす。何？できない。消えたよ。相棒の借り返させてもらう。やってみろ。はいはい。引けよ。引け。ソルジャーか。クラスファースト。任せるね。やるな。帰る気になった？いや、楽しくなってきた。限界を超える。頼んだ。いいとこ見せなきゃ。まだやる？仕事だからな。仕事は選んだ方がいい。まぶた、三秒後を食いろ。俺が出る。ゴロゴロいる。一緒にするな。悪い。何？相棒の借りは返せそうか。ああ、順調だ。いいとこ見せなきゃ。続いて。行け。暴力反対じゃないのか。
下がっていく。お願い、今日は帰って。そうもいかない。おい、ルード。お楽しみのとこ悪いが、7番街スラムの件で緊急要請だぞと。今すぐ戻ってこい。分かった。事情が変わった？そんなところだ。しばらく家にいてくれ。それ苦手なの。やっぱり来る？花と話して、というそんな一日でした。行こう、お母さん待ってる。花、なんだって？お疲れ様って。嘘、何も聞こえない。でもね。ううん、何でもない。どうせ信じないから。だろうな。一応聞こう。本当？あと少しって気するんだ。お花、何か話したがってる。何か言いたいことがある。そんな気するんだよね。でも何か足りない。あと一歩届かない。だから聞こえない。私いつもそう。そして諦めちゃうの。そんな風には見えない。諦めるようには。それはね、今日は頑張ってるもん。何かあったのか？さあ、行こう。返事くらいしてやれ。お花、なんて？お疲れとかなんとか。うん、お疲れ様。
う帰っちゃう？ああ、もう十分だ。遅かったじゃないか。一体何してたんだい？ごめんね、いろいろ回ってきたから。夕食の準備ができてるよ。あ、運ぶね。だったら客間の準備を頼むよ。はい。クラウドはくつろいでて。あんた、その目、ソルジャーなんだろう。元ソルジャーだ。悪いけど、何も聞かずに今夜のうちに出てってくれないかい。あんたたちは普通の暮らしと引き換えに力を手に入れたんだろう。欲張っちゃいけないよ。お待たせ。ご苦労さん。お腹空いただろう。ペコペコね。本当に立派になって。そんなんじゃあれだね、女の子もほっとかないだろう。別に。都会にはいろいろ誘惑が多いんだろう。ちゃんとした恋人がいれば母さん少しは安心できるってもんだ。俺は大丈夫だよ。あんたにはね、ちょっとお姉さんであんたをぐいぐい引っ張っていく、そんな子がぴったりだと思うんだけどね。お望み通り出ていくさ。行くのかい？7番街へ行くにはどうすればいい？6番街を抜ければいいのさ。簡単だろ。途中に危ないところもあるけど、ソルジャーなら問題ないよ。元な。あの子にはもう関わらないでくれるね。わかった。ありがとう。あら、お花屋さん。今日は子供たちを助けてくれてありがとうね。もうみんなソルジャーソルジャーって大騒ぎ。エアリスにもお礼を言っておいてちょうだい。ああ。どういうつもりだ？待ち伏せ？どうして？もっと一緒にいたいから。お道案内を頼む。喜んで。
クラウド？どうしたの？なんでもない。空が見えるな。上、工事中だからね。少し怖いね。ミッドガルを建設してる時、プレートが落ちたんだって。まだ人が住み始める前で、大事にはならなかったんだけど。あれは？ウォールマーケット。6番街のスラムは特別な場所なの。クラウド、6番街のスラムのことを知ってる？話さなかったか。故郷を出てそのまま神羅に入った。6番街どころかスラムはあまり知らない。昔ミッドガルを作るため人大勢集まって、その人たち宛てにして宿泊場、お店、いっぱいできたの。そこで働く人も集まってきて、お金いっぱい動くようになって、そしたらそのお金狙って悪い人集まって。無法地帯か。そう。だからいかがわしい場所を広がらないように壁で囲んだの。それがウォールマーケットの始まり。壁の中だけならルール違反は目をつぶる。そうやって治安守ったって。あの壁がそうだな。うん。クラウド寄ってみたい？興味ないね。よかった。7番街への近道はこっちなの。普通はウォールマーケット通っていくんだけど、私のおすすめはこっち。子供の頃からこっそり使ってるんだ。落ちてきたプレートそのままになってるの。ここを通るのか。楽しそうでしょ。覚悟はいいか。しっかり畳みかける。ロボットアーム、かわいいよね。
嘘、はしご引き上げられてる。この子使えないかな。こっちこっち。じゃあ私乗るから上までお願い。本気か。もちろん、上に行ってはしご下ろすね。アームであのコンテナつかめない？すごい！クラウド、もしかしてアーム担当だった？はい！
あれ見て、どうして意地悪するかな。また腕の見せ所だね。人使いが荒い。私下に行くね。ゆっくりでお願い。わかった。誰もいないね。まだ新しい。私たちもキャンプしていく？そんな時間はない。それに、おい見ろよ、泥棒がいるぞ。ああ人んちを荒らしやがって。こりゃ弁償してもらわねえとな。弁償弁償弁償ってなんだ。バカ、お前は本当に何も知らねえな。弁償ってのはな、そのあれだ。おえ、弁償ってのはそのあれだ。俺たちは何もしていない。うん、ただ通ろうとしただけ。あー信じらんねえな。じゃあどうすればいいの。身ぐるみ全部置いてってもらおうか。身ぐるみってなんだ。バカ、身ぐるみってのはな、その、あれだ。弁償だ。身ぐるみが弁償か。もうめちゃくちゃ。
気をつく。来ないで。はいはい。バリュー。当たれ。くぐいて。届け。ごめん。やっ。ここまで。ソルジャー辞めたの？いきなりだな。言いたくないならいいけど。ソルジャーの時仲のいい人とかいた？いや、いなかった。そっか。なんだお前ら。ちょうどいいね。こいつの腕試しだ。くわっ。行け。来ないで。シュッ。消えろ。お任せあれ。体が。行け。どう？届け。そっちは大丈夫。隙をつく。どう？切り替えよう。しまった。このままでは。頑張ろう。死ねる。
どう？Thank you.
あれ、七番街スラムへ抜けるゲート。閉まってるな。開くのか。ねえ、少し座って話さない？いや、そんな時間は。クラウド、こっち。早く。はあ、昔ここでお花を売ったことあるんだ。そうか。クラウドってクラスファーストだったんだよね。ああ。そっか。それがどうかしたのか。ううん、同じだと思って。同じ？誰と？初めて好きになった人。名前は？多分知ってる。大丈夫？綺麗。え？瞳。ああ。魔光を浴びた者の瞳、ソルジャーの証だ。うん、知ってる。ごめんね、こんな話。もう行こっか。前見なくちゃね。